おはよう。よいしょよいしょ。で、なんかさ、富山にさ、ヘアアイロン忘れてきてしまってさ、昨日急いで買ったんだよね。ここでニキビが治んなかった。誕生日おめでとう、ありがとう、明日ですよ。前夜祭的な。まあ今日はね、夜配信できなさそうやからな、朝配信したんです。ハートありがとうございます。また朝から朝パン食べたらさ言われちゃうね。また朝なんか食っとるぞって言われる。食べて悪いか。寝起きいいよ。私寝起き悪くないよ。不機嫌なんないよ。大丈夫な人。朝強くないよね。朝強くなくて、ママの電話で起きた。やばい、腕かゆい。で、赤い。最近腕かゆくなるんだよ。こういうさ、ね、わかる？わかんないけど、冷やしたら一瞬で赤み引く。でね、この層を剥がして食べるのが好きなんです。おはよう。私の大好きな野菜生活、大好きすぎるやつ。おはようね。なんで？だってさ、パンでかいもん。眠い。みんな眠い？みんなどう？眠くないの？眠いよね。でもさ、私さ、朝さ6時から配信しようとしてたの最初。さすがに早いなと思って、歯に勉強しました。私自炊してます。ちょっと今日の朝パン食べたいなと思って、パン買った。眠いね。今日何時まで配信する？8時までだとしてもいっぱいあるよね。どうする？ねえ、みんな早く寝たの？お話し会だけどさ、夕方じゃん。もうメイクするから病んでる。
どうする？髪の毛も悩むんだよね。何がいい？リクエスト中。ん、早っ。何にする？髪の毛。みんな好きなのない？どうせみんな前髪ありが好きなんでしょ？何がいい？前髪ありでしょ？だから前髪ありにしてますよ。なんかさ、壁車のハーフアップってさ、やっぱみんなに秘密の方がいいの？髪の毛とか。その人を特別感にした方がいい。ここでやんない方がいいか。どっちがいいんだろう。で、日向さんにいただいた香水。寒いね。やばい。めっちゃ眠いよ。何話すよ。朝すぎて頭が回ってないよ。メイクしちゃうか。なんか全部しなきゃいいよね。下地だけハンデだけとかだったらいい。まあまあ最悪また二度寝してもいいよね。ってことでじゃあしちゃいますか。ちょっと待ってて。そうだよね。じゃあよいしょ、メイクだけするか。メイクはいつも通りだからね。きっちゃんです。おはよう。じゅっちゃんです。ぼてぼてぼて。夜お話かよろしくね。何話す？何話したい？何時からなら？よいしょ。ちょっと今日のメイクは白目向かないように気をつけます。今どこ大丈夫さ？やばい、私ね夜めっちゃ緊張してる。何話すっていう緊張？二人で話す緊張？オフラインだから？画面越しだからの緊張かな？何の緊張だろう？何だと思う？コンシーラーだと思ったら見てキラキラだった。どうしたら緊張ほぐしてあげられるかな。
どうしたらいいんだろうね。確かに何気にね、何話したい？ちょっとみんな一言ずつ言ってみて。オフラインってあれなのかな、本名？本名で出るの？こういうあだ名っていうのに、こういうので出るの？どっち？おはよう。見て、なんか確かにこの人あーってなりそうだよね。会ったことないからこそね、顔が見えるわけでしょ。それも緊張なんだよね。画面越しでハイタッチで、そんな曲聞いたことあるぞ。あ、夜のメール届いてた？私あれさ、10時過ぎに送ったからさ、めっちゃ不安だったんだよね。届いてるかなって。それもさ、私のメールさ、 G メールなんだけど、よくね、送ったのにその反映されてない時があって、みんなのとこに送れてない時があるの。よくあるあるなのは朝メールが結構届いてない率高いくて、考えてたのにってなる。そう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 、ソイシーさんとのツーショットだよ。メールの件名とか考えるのも意外とさ、頭使うよね。私のファンデーションは前まで赤色使ってたけど、これちっちゃいっしょ、じゃん。最近はこれです。ママとね交換した、こっちの方がちょっと新しいやつなんで、最新みたいな。広ロケを懸命か。お、一応返信してくれたのね。前髪さんって書いた？あれ、初めのやつはそれ書いてって言ってたわね。ありがとうね。じゃあこの配信終わったら8時からまた見れるようになるから見るね。届いてなかったらどうする？ちょっと待って、目にさまつげ入った。下まつげのパーマ行きたいかも。なんか下まつげ育成しててさ、わかる？痛いの。それな、届いてること願おうね。うん、育つよ。上まつげはちょっとあんま分かんなかったけど、育ってる感は。そう、どうしたこれ、目どうした、なんか入った、まつげ入った感じないけど、なんか変な、なんか目に入ってる感じする。なんか入ってる、気にしない方がいいか。
届いてたら前髪さんか、確かに。おはよう。お、20日直接お祝いできてくれる、嬉しい。あのショールームの名前とかさ名乗ってくれたら分かるかも。だから分かんなかったらごめんね。でも言ってくれたらさ、これからコメントしてくださった時にさ、おってなるから。そう、お17の朝ラスト、確かに。なんかそう言われたらちょっと悲しいね。ジュナ17歳って言えなくなる。本当にちょっと待って、しつこいぐらい目ちょっと言っていい？なんか入ってる？どうしちゃったか。なんか来たかも。あ、何か入ってたよ絶対これ。ちょっと分かんないや。ちょっとまた画面から外れるかも。ちょっと一旦ちょっと待って、なじませてみる。何か分からんし、痛いぞこれ。逆さまつげ的な。え、急にノット、あ、ノット、おはよう。配信のメモ書いていてありがとう。国会処刑行かなきゃいい。ノット、ノット、めっちゃノット、うん、めっちゃノット。さっきの痛かったらなかったぐらいノット。ちょっとなんか余韻がある。入ってる？入ってない？みたいな余韻。配信行かなきゃ怒られないよ。え、じゃあさ、20日来るの明日。はや、入ると痛いよね。けど結局何が入ってたのか分かんない。え、確かに明日から大人、私。そっか、18から成人だもんね。やばい、変なのさ、あの契約とかねあるもんね。大丈夫かな、私騙されないから。まあ大丈夫、私は分かんなかったらすぐママとパパに言っちゃうから、すぐ言うから。私何でも言うよ。どこ心配してる。え、だって分かんないじゃん。なんか電話とかメールとか一斉に届いたらどうする。あ、お披露目誰のもないんだ、持ってないってこと。さあママとパパに言っちゃう。え、多分私ね引っかかんないよ。引っかかりそうに見えて引っかかんないよ。変な電話とか全部無視しちゃう。私のねお友達の方が引っかかっちゃう。どんな話してんだよって感じだよね朝から。なんか他の楽しみなかったんかい。私の友達、私が教え込んどく。大丈夫、私の友達ちょっと遅生まれ、3月だから、最近17になったばっかだから大丈夫。私が先に経験して、あんた18になったら気をつけな。何から目線だよって感じで、本当に言うから。そう、え、何、アクスタと写真撮る時のハッシュタグしてある
え、なんか明日の誕生日だったらハッシュタグ17ちゃん生誕18歳ってつけてほしい。そう、ハッシュタグちゃんだよ。チャイじゃないよ。え、確かに18から結婚かできちゃうね。みんな結婚できちゃうよ。チャイ、そうだよ。昨日私チャイにしてたのかな、わかんないけど。え、みんな結婚できるよ。どうする、誰が結婚する。私とまだ空いてますよ。どうする うん、お、ありがとう。生誕ポストだって。あ、確かにみゆみゆさんと結婚しちゃおうかな。嫁はジュナに変更やろ野菜ジュース、そう、大好き。私はね、ブラックサンダーと野菜ジュースがあればね、あとあのコンビニのワッフルがあれば機嫌直るよ。さっきもここにこんなんつけてたよね、私。10年後に結婚しようなってももちゃん言うの。ももちゃんらしいね。私なんて言えばいい。現実つけてみる。現実を言っちゃう気アイドル。そんなにひどいことはしませんよ。うん、私あんま差し入れ食べない。私の取扱説明書かあったらいいね。誰か作ってくださいな。夢私にしちゃう。私の取扱説明書か。そうだな、ちょっといっぱいあるかもしれないからみんな覚悟しておいて。あれ、なんかなくし物が多いね私今日。あれはどこやったのかなあれれ、まあいっか、よくないけど頑張ってください。ありがとう。配信前じゃないよ、配信中に散らかすんだよ私楽しくなっちゃってバッチャ負けちゃう。だいたいね、毎回ね。そう鬼嫁にしちゃう。ちょっとあれかもね、推しと違って、あの私あれだね、ちょっとあれになっちゃうかもしんない。私ネチネチ系よしつこいの。よいしょ、もうねえねえってやっちゃうよ。ねえ、ね、誰と連絡取ってんの。で、言い方間違えたら私怒るの。あ、確かにね、
明日のハレンダーでプロポーズ多めか。じゃあその中から厳選して決めるよ。まあこの方とこの方とこの方にしよっかなって。えこの人とこの人この人っていうのは全員に秘密にしてあげる。バンダイ来た時なんかバンダイにいるわ。どっちこい？どういうこと？このね、まつげ美容液を塗ることによって倒れてた、あの寝ててさ倒れてたさ、そのまつげパーマのね、あのちょっと締めるからこう生き返るんです。私のマニュアル作る誰得意かな、誰にお願いする。ファンの方一人一人にお願いする。そんな私がさ、常に怒ってるみたいになってんの？ちょっとだけ愛が重いだけだよ。言うてみんなにそんなじゃない。そんなこともない。いて。私の愛が重いって感じたことある人ねえ、なんでみんなそんなさ。確かにあの多分玄関で待つ前にラーの連絡が鬼かも。はーい、愛が重くてもいいんだ、みんな。いいってことだ。みんな愛重い方が好きなんだろ。束縛はしないかな、わかんない、どうなんだろうね。あれかも、わかんないけどね、わかんないけど、どうだろう、束縛か、みんなからしたらどこからが束縛なんだろう。私スマホのパスワードを教えてもらいたい派かも、わかんないけどわかんないけど。お、えらいね。ね、そうなんだよね、よく聞くよね、続かせるにはねほどほどがね大事なんだよね。あ、このまつげ絶対痛くなりそう。握手会で他のレイン行ったら第4レイン行ったわけ。あ、次行く人次行く人のこと見てなきゃいけないかもね。お話し会したいね。みんなもしたいよね。
次いつあると思う？お、原さん始まったか。さあどっちに行くんだい君は。どうしてこっちにいるって嘘ついてそっちにも行っとるんだろう。え、顔とか分かってたらどこ行ったのって言ってるかも。ちょっと仲良くなったりしてたりしてたらどこ行ったのって、私の前どっか行ったのって。どうせみんなそうだよ、分かってるもん。あ、昨日原ちゃんとこ行ったんだ。へえ、昨日だって配信終わるさ、バイバイって言ってる時に来たもんね。私は知ってるよ、あ、終わるのになと思って見てた。おし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 。た、たおしだよ。4期じゃたおしだもんね。知ってるよ、名前は認知してる。私顔覚えられるの不安だ。うん、昨日がね、同じ時間に配信してなかったもんね、確か。どうだったっけ。 NGT48 が大好きなの、嬉しいね。可愛いんじゃないこのアバター。知ってるよ、名前変えられたら分かんないけど。ちゅっちゃん、あおちゃん、はらちゃん、あおちゃんも始まった。みんなどっど誰に行くんだい。4期はジュナ言ったな、それ言ったな。よし、もやいますね。なんで私でしょ、なんでさ他行くの、私でしょねえ。なんでみんな他行っちゃうのねえ、なんで迷ってんのねえねえ。最近ゆわちゃんのとこばっか行ってんでしょ。ヤンキー墓荒し中。絞れない？公開処刑しちゃってごめんね。あたしでしょうが好きなの？私とゆわちゃんだよね多分ね。今来たとこなんだけど、じゃあこのままずっといて。コンビニ？じゃあコンビニのフル買ってきて。いいよ、行ってらっしゃい。配信聞いてないってことだよね。じゃあずっとさ、ここでさ、ちょっとさ、公開処刑しちゃう。そう、そんな意地悪しません。じゃあちょっと髪の毛の自慢させていただきます。あの最近シャンプーを変えたんですけど、あのあとそのお風呂上がりにそのつけるヘアトリートメント、オリオイルみたいなのがもう変えて、いつもちょっとなんかサラサラなオイルつけてたんだけど、サラサラじゃなくてちょっとなんか保湿って感じのやつをそうつけてドライヤーして乾かし終わった後にまた違うヘアオイル塗ったら、今までねちょっと引っ越してきてキシキシだったんだけど、あの髪質改善されました。びっくり、すごいサラサラになったの。え、シャンプー何使ってた、あのね
なんて言うんだろう、茶色のボトルでちょっとこういう平らじゃない、タイルっていうかこういう四角のボトルで茶色で、ねなんていうやつだっけ見てくる茶色のボトル、こういうさ、なんていうの、こういう感じの柄、触ったらちょっとボコボコボコってしてる感じが伝わってください。詰め替えを使っております。私はあのこうキャップ探してみて、で2回分入ってる詰め替え、コスパ良きって感じですね。コスパ良き。はるちゅんさんの戦争始まってんな。何、誰かゆあちゃんに言ったの？そう、コスパ大切。詰め替えそのまま使ってないよ、入れて。水の影響かな、確かにね。まあ富山の水じゃなくなっちゃったからかな。嘘だよ、でも新潟のお水も富山の水と変わんないと思うよ。そんなこともないのかな。私は誕生日4月誕生日で、4月17日で誕生日でした。え、17、それはもう17運命だよ、それ17の日じゃん。17の日に生まれたんだね、それ運命ですね。嬉しいね、17の日だって。17の日、最後は水、ちょっと水入れない。水入れては使い切らないかも。その前に詰め替え入れちゃうから、うん、だからどんどんちょっとシャンプーがこうなってくる。素手を。17日生まれはみんな運命ですね。ゆうみゆさんも17の日ですね。へっへっへ。そう、私の配信知り合いの話出すから、みんな私の配信は見てないけど、多分あ話してるよって言ったら喜ぶと思う。あ、ちょっとごめん、いじらしてもらったわ。でもね、誰のこと言ってるか多分みんな分かんないから、そりゃいいんだよ。あ、そうそうそう、タレ方式だよ。誕生日を足すと17になるのも運命ですか。あ、それも運命ですね。あの17ってつくものは全部運命ですね。あの車のナンバー17番とかいませんか。へえ、富山水もいいんだって。さあ、立山だね。そうだよ、立山の水おいしいって言うよね。ってことは昨日ナンバープレート17に付け替えるわ。その付け替えたら教えて。あ、チークになっちゃった。これ二度寝できんやつや。私ここまでメイクする予定なかった。こっちのまつげね、落ちやすいんですよね。明日楽しみな人。17が何もない、なくても大丈夫。あなたはなくても大丈夫よ。うちは17って書いて、そうね、新しいうちは17って書いてあった。
嬉しい。17っていいでしょ、つけやすくない？さおちゃんティラカピとかまで誕生日挟まれてる、すごーすごー、それ逆に運命だね、奇跡。野菜ジュースと五目とワッフルの野菜ジュナセット買いました、えらいそう、最近1日分の野菜って買ったやつかな、野菜生活じゃないんだけど、それのフルーツも美味しかった、多分新しいやつかな、うちわにね、いや、うん、見たい、あげといて。あ、そういうことね。だ、あ、工場ね、あるのね。おはよう。え、私が可愛いじゃなくてこれが可愛いの？へえ、そうなんだ。どうする、ジュナセット、ジュナセットとフルネームでアソジュナにしよう。みんなちゃんとアソジュナはつけてちょ。ちょっとさ、メイクはさ時間が経ったら落ちちゃうからさ、私髪の毛からやっちゃおうかな、縛るっていうか巻くとこから、巻くならね全然いいでしょ、だけならね。そう、ちょっと失敗した話聞いて、固定ちょっと細いの買っちゃいました、だからちょっと今いつもよりもちょっときつめのギャルになっちゃうかもしれないけど、細かくて許してね。まあ負けにそんなに皆さんこだわりはないでしょう。あるんですか、こだわり、髪の巻きにこだわりはあるんですか、どうなんです、作ってください。でもさ、巻き髪してさ、まとめ髪だったらどうする結構今悩んでんだよね、言っても分かんないと思うけど言ってみるね。ここを編み込みします、下まで編みます、でも2つじゃないんです、これを後ろで合体させます、で後ろでここが出ちゃうからしまってしまって、はよしまって、ちょっとなんかこんな感じになる予定、こんな雑じゃないけど、ここは巻いて、ここをこうちょっと出すって感じ、伝わるかい、ここ、こうするの、わかる、わかんないよね、私もちょっと多分わかんないけど、前髪とね、触覚はあるけどね、伝わってほしいよ、ここがこうなってこうなるんです、あれ髪の毛あるのないのみたいな、か下ろして巻いてハーフアップだけどいつものハーフアップと違うものにするか、服装的にね、ツインテールではないなって感じですね。でちょっとあの飾りをつけたいから、そう、その飾りも似合う髪型にしたくて、でもさ自然渋滞のさお披露目の時の髪型もあるじゃない、サイドのお団子にするの
んだよね。かなり悩みですねこれは。どうする？みんな前髪ありがいいって言うから前髪はちゃんと残しておきますよ。ちょっと今ピンで留めてたからさ割れちゃったけど許して。さっきドライヤーしてたんだけどな。割れてるね。面白いほどに割れてる。そうだよ、セブンティーンラストじゃん。やばい、なんか悲しいよ。私センター分けだった、ずっと学校行ってた時はセンター分けしてた。ずっとこう巻いて、毎日巻いてここファッってなってたけど、一時期さほら長い時あったよ、ショールーム始めたばっかりの時。でもなんか切れって言われて終止符切った。ね、18歳大人の仲間ありだね。だからそうは変なの契約しないようにっていう抱負そんな抱負じゃないよね。今年の目標はね、今年18歳の目標はね、大人になることですね。大人になります。まずはこの目標からでは。いや周りよりね意外とね冷静、冷静は冷静なんだよ。大人になる前にが歌えなくなる。大人になっちゃったようになっちゃうね。あ、毛絡まってる、痛い。DVD 見ててさ、おぐまさんのさ大人になっちゃったようがめっちゃ可愛かったの。大人にならなくてもいいの。よし、ある意味じっちゃんずっと17。そうなんです。私セクシー担当だったの、知らなかったな。嬉しいような、嬉しくないような。嬉しいね。私もグラビア挑戦できたらいいよね。私脱がない方がいいかどう、みんなから見て。ドライヤーで確かに遊ぶ。私ね、一人遊びが得意なんですよ。はい、
私はモデルさんしたいかも。グラビアしたら泣く？やだ。まあ私がね脱ぐことはそうそうないでしょう。まあでも普通に雑誌とかランウェイとかを歩きたいな私は。そうだからさ、そういう機会があったらさ挑戦したいなって思ってるから。そう私ねずっとねどこのオーディションでも言ってて、受かったらそう今後どうしていきたいですかって言われた時に、雑誌のモデルやファッションショーに出てもっと NGT を広めたいですって言ってた。そうグループ名もだし自分も、ね、他のところに外に出ての、ね、広めるの頑張りたいんです言ってた。まあ機会があれば挑戦したいですねって感じ。まあその機会はいつ来るか分かんないけどね。そうだよ、話しながら着々と巻きは進んでますよ。ちょっとインナーの色がさ落ちてきてるの分かる。おはよう。そっかまだ朝だった。なんか喋りすぎてさ眠気ぶっ飛んだ私。あちち、私彼女に見える？くるくる細か。彼女感満載か。これはなんていうんだ、一切多不正っていうのか。インナーか。まあしばらくインナーできないからね。でももし受かってなかったら何色にしてたんだろう。去年金だったからな。 NGT のオーディション金で行ってんだよね。ね、一夫多妻制が多いよね。私白目向いてた。マジやらかした。まただ気をつけます。お、そろそろ同僚が来るので。そうだよね、今日ね楽しみにしておくね。うんうん、今日と明日もね。そうそう、じゃあ頑張ってね。音量なくしてみるのね。オッケーオッケー、頑張って。
今日楽しみにしておく。確かにもうちょっと公式写真あってもいいよね。てかさ、3期生さんの時みたいにさ、うちらもさ TikTok 出したいよね。絶対さ個人で一個アカウント持っててもいいぐらいっていうか、4期生に SNS 一旦任せてみてほしいかも。だって絶対さバズる方法っていうの、なんていうの、なんか分かってるじゃん若い子たちの、どのハッシュタグをつけたらいいのかとかさ。そう、一旦任せてみてほしいかもだね。バズるかは分かんないけど、少しは若い人に見てもらえる可能性もあるから。そう、なんかね見てもらえるねハッシュタグは知ってんだよね、 TikTok だと。入る前からさ、そう TikTok は見てたからさ、あ高校生とかってこのハッシュタグをつけたらいいんだっていうのが分かるからね。そうだよね、個人アカウント持ってたらだいぶさ変わると思うんだよね、見てもらえるから。確かにチャットやメールも、ね、研究生のうちにそうやっては頑張んなきゃいけないけど、やっぱ SNS があるとだいぶ違うと思うね。そう X とかさ、そう持たせてくれればだいぶ変わるよ本当に。全然違うと思う、だってやり方知ってんだもん。ね、よいしょよいしょ、本当にそうだよね、早うちからやらせてほしいよね。ちょっとさ、もこもこパジャマめっちゃ暑いんだけど、ちょっと着替えてきてもいい、半袖に。生誕の前夜祭ってことやからさ、ちょっと待ってて、よいしょよいしょ。暑いね、暑いです、とてつもなく。なんかアイロンしてるからかな、すごい熱い。よしよし、お着替えお着替え、よしよし、レッスンにこれで行っちゃおっかなみたいな感じ。よしよし、はい。え、だよね、少しお待ちください。はい、パジャマでした。そろそろもくもく卒業の時期なんですよね。ね、見て見て、 L サイズだからさ、ね、わかる、このね、伝わる。この大きい。ねえ、これ何、さすがにダサすぎるよね。なんもないんだけど、ねえどうしますか。え、いい、これでさすがにダメ。ダサいよね、中に来てるのね。え、許して、いい？仕事戻るよ、戻っちゃうの？頑張って、今日話し会は来てくれないの。一瞬待って、おしゃれ、確かに、あ、なんかこれなるよね、エリにそうなの。よし、オッケー、これもこれでオッケー。はい、お揃いですね皆さん、じゃーん。これ可愛くない？これね、2個あるんだ、ハーフツインとかしてる。
タンティーに合わせる全身コーデ考えてください。私 T シャツの中にね、あのあれ着るの好きなんだ、テロテロ、あれなんて言うんだろうね、私がよく着るやつ、テロテロに短いスカート履くのが好きな。ライブコーデとか任せてほしい。ツアーティーみたいなのあるじゃん、そのグループとかによっては。まあ巻いてる時さ、口しか見えてないんだね。さっきどう座ってたっけ。男子バージョンは T シャツにズボン履くねん。すいません、仕事戻ります。頑張ってください。みんな7時にはもう仕事に戻っちゃうのね。あ、そうそう、ヒートテックな、ヒートテックじゃないけど、私も冬でもテロテロのスケスケの着ちゃうんだよね。今日も仕事中な、気をつけてくださいね。通勤中なう、大丈夫？運転ですか？電車ですか？歩きですか？気をつけてね。気をつけなはるや。明日会えないとか嫌よ。まずは今日のお話し会よね。本当にドキドキしてる私。結構ね、思ってたよりも多くの人と話せるらしく、私。そうなんですよ。あ、まだお布団なう、それは安全です。お仕事には遅れぬよう。じゃあ失敗するかもなんですけど、いきます。はい、できません。後からやります。顔周りは田んぼの日ですか。いいね、いいね。私も田んぼしたことある。支払い忘れ。いやでもあるあるだよね。あるあるですね。やべ、出勤しなければ遅刻する前に動いてください。出勤してください。あるあるです、支払い忘れは。まあ、今回はね、二人っきりで話せる時間がね、なくなっただけなんで。はい。じゃあ他の子の生誕の時も支払い忘れしちゃおう、4期は。もう本当に支払い忘れ。あるあるだよ、仕方ないよ。まあ話したかったな、話したかったな、話せると思ったんだけどな。オンライン会の認証に遅れて入れなかったことも、それもあるんだ。それなんか支払い忘れよりも辛くない？誕生日一緒なの、すごいね。あんま誕生日一緒の人見かけないよ。あ、確かに。明日会おうね。明日は私のグッズ身につけて、私のペンライト持って、明日ジュナ
全身だもんね。ジュナ尽くしで来るもんね。ね、あおちゃんとゆあちゃんじゃないもんね。明日は私だもんね。明日は私の日だもんね。誕生日だから明日ぐらいいいよね。明日ぐらい、うん、明日は私の日だよね。ね、まあ支払い忘れもあったってことだし、私でいいよね。ね、ね、返事は明日ヤンキー生大好き出してね。ね、いや明日誰のにするんだろうなと思って。私のグッズを持ってるっていうことは知ってるんだけどね。その辺はちょっとあの2人に負けてないなみたいな感じなんですけど、どうなんですか。ちょっと返事はとか言って返事見れてなかった。返事来てないのか。なんだ返事しないのか。へえ、私は知ってるからね。初めましてじゃないから、私はあなたの顔も知ってるから、うん、他の子を振ってたらすぐ分かっちゃうからね。あ、私明日どんな顔しようかな。明日全身高島なのね。みんなから出るか、練習か興味ある。でも私のグッズ買ってくれたらしいから、ほらほら言ってるよ。だからそれも明日私の誕生日じゃん。それもさ、1ヶ月以上会ってないわけじゃなかった。嘘ついた。それは卒婚の日もあったし、あった、会ってはいるけど話してないじゃんね。ゆあちゃんとあおちゃんはさ、前座の日話してるでしょ、あなたとね、話してるでしょ。私知ってるからね、スプリングの時ゆあちゃんの振ってたの見えてたからね。確かにね、え、時間経っちゃったらさ、そうなんだよ。ねえ、明日私の誕生日だよ。みんな私のさ、グッズさ身につけてんのにさ、他の子の振るのはもうさ、もうそれはさ、ダメじゃない。明日はさね、まあ、たまたまね20日になっただけっていうだけだけどね。そう、全然自分の誕生日っていうのは主張していくよつもりはないですけど、明日はみんなの日なんで、4期生イベントなのでいいんですけどね。まあ、私のグッズを持っているにもかかわらず他の子のはダメですね。はい、あ、そう、ジェナ先端祭、そう、先端祭やりたいよね。普通に認知されてる人大変だね。確かにね。でも自分から認知されに来てたから最初の印象強かったもん。みんなさ個性あふれ出していこう。あれだよ、逆にあの私と一緒の人見知りで全然ねそんな個性あふれ出せないよって人は逆に小声で、あ、僕なんじゃらですよって言ってくれたら逆に覚えられるかも。そう、僕 あれアバターなんじゃらで名前なんじゃらですよって言われたら、あー、分かった分かったってなるかもだよ。逆にこっそりしてくれたら覚えられちゃうかも。そういうのも大事だよね。常にでかい声っていうよりかはさ、逆に
こっそりっていうのでも覚えられちゃうからね。そうなんですね。お見送りでアバターか。逆に分かんないかも。あ、ずっとスクショして持ち歩きたい。ただいまじゃな。あ、どっか行っとったんだ。へえ。へえ。さっきまで公開処刑してたんだ。待って、仕事に戻るってそういうこと？ハラちゃんとこ行ってたの？はあ、そういうことか。やばいね、今日なんかすごい、なんかいつもに増して重いね。ごめんね。現場の打ち合わせか。あ、あれしてきた？ラジオ体操した？ちゃんと。職長なの。すごいじゃん。私のパパ現場監督。あ、言っちゃった。他のこともしてます。マーキ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 。髪の毛マキマキ。じゃじゃん。背景水色で髪が黒で。よくわかりませんあ、わかった。明日お楽しみって言ったことは上下行った子で自分の席の近い子の色に変えろうとしてる。ねえねえおい、笑うな笑うなってことが認知されているのでね。その中でもね、4期生といるときは私の色を振ってもらうっていうことは私は決めているんですよはい、まあ、他の子の1回でも振ってたらもう構わないからねいやー、かわいそう。手足やばい煽るだけ煽って自分が汗かいてる。何やってんだよ。はい、やば、6時半から始めたでしょ、喋りまくったでしょ、で高校生は8時までだから、い早くね、今7時43分ですよ、早くね。バレバレでございます。意外とわかるよ、公園はね後ろまで見えるからね。全然バレバレですね。私の名前を呼ばれています。はい、何でしょう。おはようちゃん。なんかこっちの巻きちょっと強いけどこっちの巻き緩いよな。なんでやるか。わかった。どうした？呼んだだけ？ねえみんな聞いて聞いて。ねえねえみんな。みんな聞いてる？私の話聞いてる？ねえ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 。あ、おはよう。みんな聞いてる？みんなねえ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 、なにって言ってよ。で、みんな、で、みんなみんな聞いてる？なに？なんでもない。なに、なんでもないよーだべー呼んだだけ呼んだだけ、なんでもないです。だって今日めっちゃうざい女じゃん
私知らんからなとか言っちゃって、もうみんなこういうの好きでしょ、呼ばれるだけ呼ばれて何でもないっていう、ね、なんかピンピン言ってる、あ止まった、あ仕事行くのね、行ってらっしゃい、いいでしょ、呼ばれるだけ呼ばれて何でもないっていうの。最初からそのキャラ出て大変そう。え、でも私落ち着いてる日落ち着いてるよ。ずっとねこれじゃないよね、今日はこのキャラなんだよ。こんなこと言ったらさあれだね、なんかキャラが混じってる子みたいになっちゃうね。そういうことじゃないんだね、そういうことじゃないんだよね。お祭りする、痛いと、あつ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 、触っちゃった触っちゃった。お祭りか、ねえ暑かった暑かった、全然大丈夫なんだけどさ、ちょっと暑い余韻が。普通に暑かったんだけど。冷ましてんの今。あの全然後も何もなってないです、大丈夫です。冷やしました、ちょっと床とかで冷やしとこうが、ね、ちょっと冷たい、あ机とかちょっとなんか、あいいねいいね、ちょっとこういう金具とかでね冷やします。あちょっと赤くなったけど、もうそんなに分かりやすい赤ではないですので、お分かり、大丈夫、こんなの大丈夫、おはよう、あと10分で終わっちゃう、来てくれてありがとう。私さ普通に喋ってると思っててもさ、意外とさ早口だったりとか棒読みだったりとかするんだよね。これすごいんです、一つのボタンを押すだけでじゃじゃーん、ストレートにも変わっちゃいます。こっちを押すとじゃーん。じゃじゃーん、コテにもなります、すごーい、いいでしょう、これ安かった。ツアンバグこのヘアアイロンの紹介を終わります。このメーカーです。あちょっとごめんなさいね、反射して見えないんですけどね、まあこのメーカーって感じですね、はい、いいから始まるメーカーです。色合い的にもシンプルでとても可愛くて、あの2層になってるっていうのがとってもいいですよね、はい。ちなみに今日のお話し会のためにテーマからコテを持ってこなきゃいけなかったのに、私はちょっと持ってくるの忘れちゃってて、あの急いで買いました、はい。なのでせっかく買ったので今日の話し会は巻き巻きしようと思ってます、はい。がっつり巻き巻きするので見てください、可愛いお写真も送るので見てください。お願いします、ぜひ皆さんもこちら、このね2つのなってるのね、一家に1台どうですか、寝癖も直せちゃいます、くるくるしてくるくるして言葉が出てこないよ。セットすることもできます、あのね2台買わなくてもいいから
おすすめです。お高いと思うでしょう。買えちゃいます。全然買えちゃいます。確かこれね5000円もしません。はい、5000円持っていけばお釣りきますよ普通に。フォローしました、ありがとうございます。今買うと保証みたいなのついてくるよ。壊れた時の保証みたいなのついてきますよ。私ミニジュノついてたらいいね。うるさいかもよ家で、ずっと喋ってるからね。えそうなんですね、はい、サイン入り、ここにサイン入り。私の圧もついてくるかもしれないね。確かに。朝からこんなテンションでごめんなさい。今日と明日本当に楽しみすぎて、楽しみと緊張と楽しみで本当テンションちょっとどうかしちゃってて、落ち着きますね。一旦落ち着くね。もう配信終わるし許して。いいでしょ朝からさ、みんな元気になったでしょ。おはよう。そうなんだよ、気がついてたら負け進むんだよ。両方いけないんだ、残念残念だな。ごめんなおって、残念だね。私は会ってみたいの。そう、早く前座で会えるといいねって感じです。こんないっぱい朝から喋ったからさ、顔の筋肉が動いてさ、ちょっと起きたばっかりよりも美女よくなんない？どう？これまだあのファンデしか塗ってないよ。まつげは止めマスカラだけした感じですね。はい、ほぼすっぴんみたいなもんです。あ、これは嘘かな。まあ巻きも進みましたので、まあ、お話し会を参加してくださる方は今日お話ししましょうね。楽しみにしてます。はい、男女呼びするかな。ウォーミングアップ、そう、顔のウォーミングアップ完了したから、そう、全然いい感じになりました。ラジオ体操始まるの、いってらっしゃい。やってきて、ちゃんとやってきて。なんかくしゃみ出そう、出そうだけど出ないから大丈夫。右鼻がちょっと今日おかしい。はい、では13位から読んでいきます。13位、アリニストさん、合ってますか？多分合ってるはずなんだけど、ごめんなさい違って、ありがとうございます。12位りょうたさん、ありがとうございます。11位、ゆきくらげさん、ありがとうございます。アルニスト、ごめんなさい、アルニストさん、ありがとうございます。ごめんなさい、アリじゃない、アルニストさんね。13位、アルニストさん、ありがとうございます。11位、ゆきくらげさん、ありがとうございます。10位、フレッシュミオリンさん、ありがとうございます。9位、バッカさん、ありがとうございます。8位、ストーンさん、ありがとうございます。7位、カズヤさん、ありがとうございます。6位、サカシュウさん、ありがとうございます。5位、ボンドガクハさん、ありがとうございます。4位、パンダのテヨさん、ありがとうございます。4位、違う、3位、ミッチさん、ありがとうございます。2位、たかしさん、ありがとうございます。1位、あきふみさん、ありがとうございます。みなさん、ありがとうございますね。明日の配信も朝になっちゃうと思うんですけどね、夜できたら本当に急にになっちゃうから予定は入れられないかもだけど、そうできたらいいなって思ってるから、
まあそんな期待はしないで、でも朝は絶対するから見に来てください。ありがとうございました。あら、ではでは皆さん今日も一日頑張りましょうね。あ、ちょっと待って、この T シャツとスクショしよう、これスクショしようぜ。はい、誕生日は映ってないんだけど、ちょっと待って、朝5時はちょっとなした方がいい起きられないかも、だって明日夜まであるんだよ私、踊らなきゃだよ、5時に起きたら体力持たないかもしんない、わかんないけど、もしかしたらやるかもよとか言っちゃって。はい、じゃあこんな感じです。はい、スクショ終了。このなんか L の服だからさ、なんかここちょっとよれてる服みたいになってるね、違うからね、違うからね、みんな勘違いしないでね、ね、可愛いでしょ、そうなの、いて、はい、そんな感じです。じゃあ皆さん今日も一日頑張りましょう。明日にしよう。本当にね、ナギに言われたこの服のぐんまちゃんっていうのがね、ちょっともう昨日からずっとね頭の中にあります。ずっとね本当に笑ってました、昨日いろんな子に言ったもん、ねえこれさマジでさ、あおちゃんにも笑われた面白い、もうね言われたからね、もうぐんまちゃんにしか見えないの本当に面白いよね。はい、そんな感じです。じゃあ皆さんまた明日ね。あ、ハッシュタグ広めといてください、よろしくお願いします。ちょっとこんなヨレヨレの服みたいな感じなのさ、私サムネになるのすごいやだL 服だったんです、もらったのがサンプルなので。お疲れ様、ありがとう。ではね、みんな今日も一日頑張りましょうね。イエイイエイイエイエイエイオー。はい、じゃあねー、バイバイ。